建設は中堅ゼネコンで、企業の生産物流施設やマンションなどの民間建築に強みがあります。2015年から5年連続で働きがいのある会社ランキングでベストカンパニーに選ばれました。経営理念は作る人を作るで、建物作りを通じて人が成長することを目指しています。経営理念の運用には意味付けと実際の取り組みとの整合性確保の2つが重要です。社員の幸福を目指し、情報の共有と連帯感を強めることが大切です。経営者と社員の信頼関係を築くためには、経営者の信用、お互いの尊重、公平な仕事や組織運営が求められます。三和建設ではルールや規範を明文化し、コーポレートスタンダードを手帳形式で配布し更新しています。また経営情報の公開や利益配分の共有、日報システムを用いた風通しの良い組織づくりが行われています。新卒採用に成功している理由は、作る人を作る経営理念による社員活躍の推進です。新卒採用により責任感やプライド、組織の成長感が社員のモチベーションになります。学生に知ってもらうために、口コミや出張講義、公開フォーラム、社員からの紹介などの取り組みが行われています。また5段階選考を行い、学生に自己評価の機会を与え、仕事感や業界で働く意義を明確化させることで評判が広がっています。